ループ。よいしょ。暑っ、今日。さっきまでお風呂入ってた。めちゃめちゃ久々に手羽先センセーション聞いとった。よいしょ、熱ー。もう今日はなんとメール送ってます。イエーイ、えらくね。うまっ。今日も6時起きで頑張ったぜ。今日寒かった。びっくらこいたぜ。朝寒すぎて。なんだここは。いや、なんかてか家の中は別に寒くないかったけど、その携帯でいつも確認するじゃないですか。気温と今日の服装指数みたいな。それで、あらららここは西日本のはずなんだがってなっよかった。怖いっすね冬。ちょっと今日は本当に冬の肩こり地獄を思い出して、ついに来たぞやつがっていう気持ちになりましたね。皆さんの冬の悩みは何ですか？私は肩こり。あの広島に帰ってきて、買い出し行こうかなとか思ったんですけど、もう諦めた無理っぽってなって手がガサガサ。それはしょうがない。ハンドクリームなんて手洗ったらなくなるもんね。やらへんない。てか多分適応できてないんよ、まだ人類の進化っ
って言うて数百年のことだと思うんですけど、まだね寒さに適応できてないね人体が。カバーアルバムの収録曲見た？見てない。見よ。なんて言ったって AKB48、 年下の男の子 UFO、 チェリーブラッサム、時をかける少女、なんて言ったってアイドル、デザイア、じゃあね、寂しい熱帯魚、ベイビーゾー、ラブマシーン、行くぜ怪盗少女、君の名は希望、大人ブルー、可愛くてごめん、えっ、衝撃。乃木坂をカバーすんの？後輩グループをカバーとかあるんだ。すげえ。衝撃です。48側から寄り添うタイプのことあるんだね。衝撃。サッホーさんが何を歌うか、それが問題だ。なんて言ったってアイドルと、じゃあね、ラブマシーン、モーニング娘。オールって選抜、リード曲選抜じゃなくない人も全員ってこと？ AKB って今何人いるんだ？ 100 人ぐらいいるのか。 AKB48、 80人ぐらいいるイメージ。うわ、めっちゃいるな。今何人一時期は99人いたけど34人まで減った。だってすごいね。あ、今42人しかいないの？へえ、衝撃。チームエイトがないからか。だってチームエイトの時点でプラス48人いたってことだもんね。まあでも少ない方がいろんな順番が回ってくるのか。そっかそっか。こんばんは。でもちゃんとオールの曲あっていいね。絶対自分の声はどっかしらに入ってるっていうのは大事ですよね。こんばんは。クマありがとう。クマクマ。
17、18、19期が23名を占める。じゃあ半分が研究生ってことか。すごいね。そうなんだね。もうね、わからん最近のやつ。福フェスに来てくれた子たちはわかるけど、もうわからません。 SKE ももうね、自分が加入してからね以降の方々はね、もう分かんない。なぜかというと、私はアイドル業界で入って生きるのが必死すぎて、オタ活する余裕がなくて、しばらく最近できてきたけど、2020年ぐらいからちょっと余裕が出てきて、自分の中でオタ活できるようになってきたけど、ちょっと STU に入って 2,3 年の間はちょっと空白期間ですね。その間の48グループの情報があんまり分かってない。そう、でも AKB48 で一番好きな曲は、2021年4月26日に発売されたどうしても君が好きだ。2023年か。だから頑張って追うようにしてる。ひーちゃんセンター、そう、めっちゃいい。最近の AKB の曲はおしゃれですね。アルバム楽しみだな。 MV とかあんのかな。サッフォーいっぱい写してくれよ。ね。カラコンインクが好き。カラコンインクいいよね。ゆきりんの。いや、お風呂に入ってすっきり。坂道グループ、坂道グループは生駒ちゃんの時代ぐらいしかあんまり分かってないです。柿崎めみちゃんが好きだったんだけど、最近の子で言うと、もういなくなっちゃったかし。あ、でも藤吉かりんちゃん好きですね。何の情報も知らないけど、発表された時にアーシャ見て、え、この子だけ異常に顔面好きだわってなって、ずっと見てたらいつの間にかセンターになっていて、おっ、ワイ見る目あるな、くさくさ、子さんオタクの顔してた。顔が好きなだけで。また SKE とリリーバルトいいですね。 SKE とライブしたのちょうど1年前だね。ね、楽しかったな。ハート型ウイルス楽しかったな。あとバズーカ砲発射。イコノイジョイは、イコノイジョイはなんか同期みたいな感覚。イコラブってと大体同期だよね。そうそう、このイジョイはあんま曲は知らんけど、推しメンはおみるちゃんだから。そう、衣装可愛すぎて、普通に美術品として美しいなって思う。綺麗な女の子たちだ。
でもそのアイドルになる前はね、そのメジャーアイドルが好きだったんですけど、自分がアイドルになってからはそのメジャーアイドルさんのライブって結構前からチケット買ったりしなくていけなかったり、なんかちょっとハードル高いじゃないですか。お話し会とかもさ、なんかで予約して買わなきゃいけなかったり、気軽に行けない感じだから、逆にアイドルになってからは、あ、この日休みじゃん、ライブないかな、あ、ライブアイドルさんのライブやってる、行ってみようぐらいのノリじゃないといけないから、ライブに。だから自分がアイドルになったら逆にライブアイドルさんにハマりだして、福越にもつながって、そう、人生って面白い。自分がアイドルにならなかったら多分ずっといわゆるメジャーアイドルさんだけを応援してるタイプのオタクだった気がする。そう、自分が自由に動ける職業じゃなくなったからこそメジャーアイドルの応援はできなくなって、なんか、うん、ライブアイドルさんのライブに思いつきで行くような感じのオタ活になりましたね。生活スタイルに合ってる現場に行ってたら仕事につながったという幸せな職場でございます。つかれんこん、くまありがとう。埼玉のおいたん、ラブユー、ラブユーベア、ありがとう。ちょっと新しいさ、コンシーラー買ったから使おう。ちょっとだけ、もうクレンジング使いたくないけど、ちょっとメイクしよう。こんばんは。にゃんにゃんにゃん。刺激。ベア、ありがとう。一昨日水曜日14日ぐらい発売のウォンジョン用のコンシーラーを買ってみたという。もう今年はコスメ買わないぞ。こんな感じです。ビフォーアフター、めっちゃクマ消えてる、すごくない？こっち塗った方、こっち塗ってない方わかる？画面越しじゃわかんないか。
やばい、クマ投げてもらう期間なのにクマ消してる、ごめんなさい。クマは消すけどクマはください。埼玉のいた、クマたくさんありがとう。日本語って難しいよね。こんばんは。30万ポイント達成？本当？待って待って、これいつもね、素直に言わ、素直になんないのね、ちゃんと一回確認するっていう。え、モバイルバッテリーとクマのこれもらえる？人形、ちっちゃいやつ、やった。まだなってないんだけど。工藤理子、高尾さやか、よしみなんとかさん、中村舞、木本優奈さん、尾崎せりかさん。ちょっとまだこっち反映されてないけど、佐島行った？ありがとう、信じます。イエーイ、ありがくま、達成してるよ、ほんと？ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。やった、ここに入れるね、この、あのね、このコップ、マグカップにこのクマを入れたかったんだけど、わかる、この入らないんだよ、ちょっとかわいそうだから今ペン入れてるんだけど、今回もらえるクマはこれより一回りちっちゃいらしいので、ここに入れてこうかわいっこぶらせたいっていう。ありがとうございます。モバイルバッテリーはシンプルに助かる。ありがとうございます。クマプリンセス、クマプリンセス何位なんだろう。7位。あら、まあ7位か、ワンチャン1位狙える位置だと思ってたんだけど、そうなのか、7位か。ありがとうございます。ありがとう。誰かがガチってるね。神セブン、確かに。あ、流れ星クマだけが加算対象。あ、そういうことか。なるへそ、なるへそとか言っちゃった。
めっちゃこのショールームのランキング見てるの見える。クマありがとうございます。あ、これね、キラキラ流れ星クマ。あなたと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 あなたでオリオンじゃ。これ通じる人いないだろうな。もうなんかいる？これ通じる人。大丈夫。流れ星くまありがとうございます。通じる？本当に？のエンタの神様の、そう、中衛。なんだっけ、流れ星。メイクが楽しくなってきた。私のショールーム見てくれてる女子がどれぐらいいるか知らないけど、このグリーンとこのハイライトやばくない？つやめきめっちゃ可愛くない？楽しくなって乗せすぎちゃうんだよね。ほら綺麗。カープ HK ラブありがとう。めっちゃ可愛くない？女の子のファン増えた。え、増えたと思う。っていうか女の子ふさあ STU 全体的に増えたくない？え、私の勘違い？ STU のファン層に全体的に女子が増えた気がする。最近増えたよね。気のせいかな。増えたよね。だから私は女性エリア見ながら、この中から未来の STU が出てくるのかなとか思いながら見てます。こんばんは。よいしょ。ごきげんよう。ごきげんよう。なんか3日間ぐらいさ、結構仕事が重たくて、なんかやる前から憂鬱になるタイプ。大変って分かりきって、やってみて大変じゃなくて、大変って分かりきってるから嫌だなって思うタイプの仕事だったんですけど、本当に
メンバーがみんないい子すぎて、やっぱ職場環境大事じゃね。なんかさ、会社のさ人がさいい人ばっかだったらさ、なんか楽しいじゃんね、仕事とかね。それをすごい思ってて、そう、なんかしんどいけど、なんかメンバーと喋ってて超楽しいから全然乗り切れたっていう。千穂ちゃんも大変かと思ってたらメンバーがよくて楽しかったらしいよ。それずっと千穂って言ってたの。そう、千穂とマジでメンツ最強すぎたよねって。そう、私この3日間ずっと千穂と一緒だったんだけど、あのね、本当に2人で感動してた。本当に素晴らしいってありがたいです、日々。そして私はマツパを1ヶ月お休みします。節約です、5000円の節約。だからこの1ヶ月間ビューラー頑張る。なぜなら今月美容院を入れたから、美容院行くんだったら松葉は諦めようと思って。今月は松葉を諦めて美容院に行くことにした。節約、節約です。さあどうですか、ちょっとクマを隠したらやる気が出たのでか、ちゃんとメイクしてみました。どうですか、かわいいですか。かわいい、 ありがとうございます。今すごい聞こえてきました、世界中からのかわいいが。世界中からの可愛いが聞こえてきたって、ポジティブワードすぎて可愛い。え、可愛い、いいね。いいじゃん、どうよどうよ。てかさ、え、11月終わる？嘘だろ？嘘だろ？キクシャンかわいい、ありがとう。嘘だろ？10日あれば何でもできるよ。急にポジティブ？嬉しい。
あれだ、なんで可愛いか分かった。あのねお風呂入ったからめっちゃ血色がいい。ファンミがある。ファンミ楽しみ。ファンミ頑張る。肌ツヤがいいです。可愛くね。よかったね。うん、肌の調子がいい。コンシーラー塗っただけでファンデ塗ってないよ、これすごくね。肌の調子いいかも。みんなさ、推しメン選ぶセンスめっちゃあるのでは。多分ね、気づいてないんだよね、福田推し以外が。この意外と可愛いということに。あのね、可愛いキャラじゃないからね。可愛いキャラ、自分の中では可愛いキャラなんだけど、あんまり可愛いキャラじゃないのかは知らないけど、あんま気づかれてないんだけど、そう、広めといて。疲れんこん。18歳の福ちゃんは可愛いと思った自分を褒めたい。いや本当に褒めてあげて。あのすごいから、我ながら垢抜け具合が。よいしょ。こんばんは。おもろいつもりで押したら可愛かった。当たりじゃん、福田当たり。うん、ひょいひょいひょい。うん、ねん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 。てか紅白発表されたの見た？もう AKB が入ってなくて悲しいわいわ。私はどうしても君が好きだで
サイバズしてないの？どうしても君が好きだって紅白出ないの？ひーちゃん呼んできてよ、韓国から。STU なくて悲しい。いや今年の STU はそんな出れる次元に達してなかったと思うよ。花は大なものの時は悔しいとか言ってたけど、あの悔しいって言えるレベルになりたいなっていう願望です。花だれの時は本気で悔しいと思ったからいい、よかったな。あの時は フルーツジッパーでさえ当たらなかった。それな、フルーツジッパー絶対出ると思ってたんだけど、フルッパー並みに流行っても無理ってどういうこと？フルッパーよりバズったアイドルいないよ今年。なあ、フルッパーが無理だったら本当に無理だよね。あんなに流行ったのに。悲しい。普通に見たかった。K-POP が多いんだ。そうなんだ。私が多分誰だろうと思いながら見た英語の名前のアーティストは韓国なんだね。じゃあきっと私カラと少女時代で時が止まってるからルセラヒムしか分かんなかった。そっか。AKB 出てほしかったな。また次にいつかに期待ですね。いつか STU もなんで STU 選ばれないのってバズるぐらい頑張りたいですね。そう、タカレンコン。でも私は本当に暗闇でレコ大に出た時が人生のピークだと思ってたんだけど、それ以降も今が人生のピークだって思える瞬間いっぱい来たから、何も諦めてないわ。いつだって最高を更新してるわ。そっか、日向坂も出てないのか。日向坂そうか、厳しい世界だな。いやでも本当にフルーツジッパー並みにバズってもダメだったら本当にきついね。よくわからない。クマありがとう。いや私はなんだかんだ紅白見るタイプだから。
でも私はね、紅白の何が楽しみってやっぱアイドルの衣装、去年のあのちゃんの衣装もすごい可愛かったじゃん。乃木坂とかさ、絶対もう最高の衣装で来るよね、新衣装で楽しみ。乃木坂去年も美しすぎて感動してた。これはアート作品だ、素晴らしい衣装、楽しみです。ルッパーの紅白衣装も見たかったな、可愛いに全振りした紅白衣装。でもちょっと欅と乃木の衣装を楽しみに頑張ろう。そう、力の入れっぷりがね、まあ何にせよ楽しみでございます。うん、雲ありがとう。疲れんこん。ラブマシーン、今日はお仕事だったんですけど、大阪でなんとね、楽屋に551とリクロおじさんがありました。やばいでしょ。っていうか最初はなかったんだけど、もう今日朝6時ぐらいからほぼ始発で行ってて、で着いてお腹すいたってなってる時にスタッフさんが来て、差し入れ持ってきたよって言って、リクローのリクローおじさんが見えた瞬間、リクローおじさんって言って、その持ってきてくれたおじさんにことを全然見ずに、リクローおじさん来た、長井さんおはようございます先にこっちの本当のおじさんの方をね、あのわーって言って言わなきゃいけなかったのにリクルおじさんの方にの方を先にあの挨拶しちゃったそう、ダメだわそう、優しいんです。だってなんか551もリクローも並んで買ってきてくれて、もう本当に感謝して、もうありがとうございますって100回ぐらい言いましたから大阪行くとき、近鉄の豪華列車に乗ったんでしたっけ、なんだっけあれ、火の鳥、でも豪華列車じゃなかったよね、なんか値上げされる前だったんだよ、よく覚えてないあの時のこと。
火の鳥に乗りたかったんだよ。予約して乗ったのかな、自由席とかあったのかな、全然覚えてないや。もうなんか大阪とかに遊びに行きたいなーって思うけど、ユニバ以外の遊び方を知らない。街歩きとか楽しいのかな。そのね、私大阪の食べ物大好きなんだけど、大阪行こうってなってメンバーとかと、ユニバ以外思いつかないんだよね。みんな関西とかに何しに行ってるの、遊びに。大人の人は何しに行ってるの。ユニバはちょっと体力が足りなくなってきたら大阪とか、まあ、関西、火の鳥乗ってじゃあ名古屋大阪行きましょうってなったら何しに行くんですか。通天閣、心斎橋、 NGK、 あ NGK いいね、俳優館。街歩きがね楽しいんだけど、体力的に歩き回るのがちょっと苦手というか。大阪行くのはインテックスが9割。確かに。アメ村ってあのライブハウスめっちゃあるとこだよね。ライブハウス、アメ村にライブハウス以外の目的で行ったことない。何しに行ってるのみんな。子供の時、学生の時はなんか遊びに行こうって言ったらさ、まあ、映画行ってプリクラ撮ってカラオケ行ってみたいな感じだったけどさ、大人の人ってさ何しに行くの。もうご飯しか行かないじゃん基本。でも普通にお昼の日曜日とかに大人の人歩いてるじゃないですか。何してるんですか。買い物っつったってそんな何時間もしないでしょ。プリクラ撮ってんのかな。大人の人って何して遊んでんだ本当に。ブラブラしてる。よくそんな体力あるね。だから大人はゴルフに行く。ああ、そういうこと。なるほどね。スポーツ観戦か。いやー、やっぱ趣味を見つけれる人ってすごいと思う。いや私は多趣味だけど、ありえないほど体力がないから、目的がないと動けないんだよね。目的なしに、目的なしにそのプラプラとかがあんまできない。砂猫、砂猫行きたい。え、スナネコ行きたい。待って調べよう。待って調べる。神戸動物王国。スナネコは神戸では、大阪も神戸も大体一緒やろ。神戸動物王国経路案内。2時間ぐらいか。広島駅から
新神戸駅まで1時間15分近っで、新神戸駅からポートライナー、あ、じゃあ三宮まで行ってポートライナーで、あー、みちゅと行ったな、まあ、だから1時間15分新幹線に乗ってポートライナーで15分、もろもろで2時間ぐらいか。結構その猫あちこちにいる。あ、そうなの。砂猫どこにいる。その猫はアラブ首長国連邦を中心とする中東やアフリカなどの乾燥地帯に生息しています。違う、そういうことじゃないんだよな、そういうことじゃないんだよな。栃木、兵庫、埼玉、長崎、沖縄、愛知、え、名古屋の東山動物園にいるの？マジ？え、なイケメンゴリラ、ゴリラシャバーニのとこですか？おお、2023年9月12日からだって。神戸動物王国から来園神戸動物王国から来てる砂猫が。おお、そうなん。いや、でも別にシンプルに神戸の方が近いけどね。かわいい。かわいそうだろ。遺跡組なんだ。組閣したんだ。すぐ、すぐ、すぐオタク用語で。お引っ越ししたの。やばすぎるマジで。砂猫いるのえぐい。砂猫のロカちゃん、美しい。ショジャーくん、オス、ちょっとゴロミ系、ゴロミの変な顔に似てる。やばいなマジで。かわいい。
くまさんこそ。頑張ろう。今日瓦そばしようと思って卵と牛肉を買おうと思ってたんだけどね、買う元気がなかった。うちの飼い猫マヒナの家の猫と一緒、邪魔がズリズリかぶるのやば。牛いなかった、そう、捕獲できず。コンサート申し込みました。あ、そうじゃん、 SS 席申し込む人ね、あのクリコンとね、忘年会コンサート、今日までだよ申し込み。
お腹すいた。今日なんもないのよ。本当に何もないの。冷凍チャーハンとラーメンの麺たくさんと冷凍コーン、ほうれん草、多分豚肉、ウインナー、きのこ、うどんはもうない。パスタの麺ある。そうめんある。あパックご飯ある。リクロおじさんあるけど、なんか買って満足したからもう今いらない。テスト勉強、テストの日に全然勉強してない理論ですか。違う、服がいっぱいあるのに着る服がない理論です。一旦キッチン行ってみようかな。一旦ね。うん、
お腹空いてるけど食欲ないな。別にそんなに食べたくないのに胃に物を詰め込まなきゃいけないことがめんどくさい。どうしようかな。カレー行ってみるか。カレーにチーズ盛りで行ってみましょうね。あー、ふるさと納税しなきゃ。よいしょ。いいだろ別にガッツオで食べても。寒いけど食べたらお腹じゃない、体温まるはず。怪獣みたいなあくびしちゃうのやめたい。熊祭り、熊祭り。食欲ないよ、ないよ、これ食べたいよみたいなのない。人間のお腹は空いてるんだよ。福田ザウルス、なんかおちんしたときに、昨日かな、なんか1分だと思ってレンジ1分って押して待ってたの、ずっと全然ピーって言わないじゃんと思ったらスタート押してなくてずっと待ってた。あれだよ、エレベーター乗ってボタン押さずになんか待っちゃってる状態と一緒。ありません、そういう時。エレベーター乗ってさ、あれ動かんなみたいな時さ、あー冷蔵庫じゃ、冷蔵庫なんだ、ボタン押せなかったみたいな。
ただきます。寒いよ。よいしょ。本当に雑ご飯になっちゃった。一応お皿には移し替えた。美味しそう。こんなチルドでよければ。あーん。こんなティースプーンで食べるものじゃないよね。ターメリックの香りが伝わってきて美味しそう。何ターメリックって。食べてる本人も分かってないのに。何それ。チーズ投入。カルシウム補給中？チーズってカルシウム入ってるの？乳製品だからか。
もはやチーズを食べるためのカレーになっています。カレーにチーズをかけてるんじゃなくて、もはやチーズにカレーが混ざってるみたいな感じです。今でも確かに体は温まった。なんかもらった。美味しいのかな。紅はるかチップス。
なんだろう、思ってた味とは違うんだけど、まあ普通に美味しいです。がついてないのがちょっとあれがいる。輪ゴム。めちゃめちゃ歯にはさかるから歯磨いてきた。高文名古屋11周年クマ10個ありがとう。クマのコスプレするぐらいのことしないとな。私もいつかしよう。かわいい、かわいい、かわいい。今日すごく強くかわいい。ここ韓国でいつも応援してるよ。なんて書いてるんだろう。あんにょはせよ。ゲームどうなった？ゲームどうですか？わかんない。わかんない。頑張ってるんだけどね。可愛くぶってもダメみたい。はじめだよ。こま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 。クマの組体操10個ありがとう。
どうしようかな。カラオケでもしようかな。付き合ってくれる？久々に。最近電波がずっと異常に悪くて、なんかあんまか、なんかか、何？カラオケとかできる電波状況じゃなかったけど、今日は意外と電波が悪くないので、やろうかなって言い始めたら止まりそう。今日は SKE との合同ライブからちょうど1年だそうで、thank you.
してしまった SK48 さんでパレオはエメラルドでした。あと何歌ったっけね、いっぱい覚えたなあの時、頑張ったな。瀬戸利美よ、ハッピーランキング夢力、声出していこうぜ、ウィンブルドン連れてって、恋鳥、涙の表面張力、手も出もの涙、バズーカ砲発射、天使の尻尾、狼とプライド、枯葉のステーション、雨のピアニスト、ハート型ウイルス、息をする心、青春の宝石、暗闇、酸性かわいい、穴は誰のもの、無意識の色、ペオシャインときた道と、パレオエメラルド、大好きな人、懐かしいなぁ。オオカミとプライド入ってないのかな、入ってない気がする、入ってない。あなたが切れたい、お行儀良すぎるわカレハのステーションも入ってない、なんでだよ涙の、お涙の表面張力あるよ、ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙のダムが決壊する、最後までいい人でいたいなんて、優しいふりしてる自分を軽蔑しようか、彼女とは本当に何もなかったと否定しても、言い訳をしてるみたいでね、どうだ信じられなくなったらおしまいだ、少しずつ黙ってるこの胸の悲しみが触れた瞳に溢れそうで、あれすごいワクワクさ、気さえもできないくらい息を伸びたの、見つめ合って動けなかった、愛とは表面張力、これ踊りながら歌ってるのね、最初は違ったよ、眼差しに甘えてた、愛してくれたこと誰かのせいにはできない、友達から別れの時と言われ続けていたんだろう、
なのに頑張って耐えている涙が一つ溢れたら絶対止まってたとも全てが止めるなく溢れ出すだけど僕には目のパーカット君の熱を止めるそれとかハンカチとかぶち合わせてない無力が男後悔は夜情力少しずつ黙ってるこの胸の悲しみが濡れた瞳に溢れそうでママと一緒もできないくらい息を伸びたの見つめ合って動けなかった愛とは嫁嬢力にょーにょーん。ちょっと一旦全然関係ないけど、ニレ挟んどいていいですか。今ニレ不足入ってます。だから気まずくなってしまえば新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな過去悪くてもいいじゃないか。
には来られないと君が泣いた夜、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの睨む木の下で君を見送ろう。いい曲、おいさんミラモンさん、ありがとう。オンプルト、クマありがとうございます。にょうーん、癒された。季節が変わってもあのベンチにずっと座っていたいよ。僕たちの物語は。それでもせっかくのスタートを無駄にするなよ。今の僕にできる愛とは引き止めないこと。そよ風にざわざわと揺れる音が好きなのと、木漏れ日をなだだだ身を澄ませてた。あの時黙り込んだのは僕がどう答えるのか。少し期待をして待ってたのかな。季節が変わってもあのベンチにずっと座っていたいよ。僕たちの物語は。今日のラテつぶやこ。今日のラテでリクルおじさん映ってるけどどうしよう。これ半分ぐらいまだ残ってるわ。よいしょ、ちょっとかじりつかないとね。またいい歌やね。でしょ？うちの曲いいんですよ、結構。みんなが STU で一番好きな曲は何ですかね。
星が。結構バラバラだね。めっちゃバラバラやな、好きな曲。面白い、嬉しい。おもこいいよね。なんかおもこいさ、涙出そうになるもん。綺麗な歌すぎて。ステアの曲って綺麗よな、なんかごちゃごちゃしてない。あ、やば、嬉しい。今日もお風呂入ったんだ。最高。1年ぶりのシングル？そっか、後悔からシングル出してないのか。こんばんは。愛の重さいつ出したんだろう。
まあでもシングルは1年に1枚ぐらいでいいよね。お話し会も大変じゃない？みんな嬉しいけど、 CD は1年に2枚も3枚も出しよったらさ、みんなお話し会が大変だよきっと。ちょうどよかったね、アルバム1枚で。握手会復活するといいけどね、次から。まあ DB でやってたし、さすがに復活するんじゃないオンラインもやりつつ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。モロクズノアがいいねした。ノアピラテの投稿への反応早すぎる。さすが。6位に上がっていますよ。あざっさあざっしゅ。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。
分の性格君は泣きそうな顔しながら前髪を下ろして何をためらうの僕は君が好きだ君は僕が好きなだけだその先のことなんか誰もわからないいつの日にか思い出せるとってもけど恋をしようもし世界が終わったとしても悔いのないようにいつの日にかまた出会って昔話できたらいいそう誰も皆続かないらしいありがとう何で塚戸にどうなってるか想像さえつかないけどもし隣に君がいなくても悲しまないように何で塚戸に振り返れば今日のことを思い出すよもうこんな出会いはきっとできないだろうやっと夢が叶ったと思ったのにこれから先のこと考えたくなる君と絶対離れたくないいつの日にか思い出せるとっておきの恋をしようもし世界が終わったとしても悔いのないようにいつの日にかまた出会って昔話できたらいいそう涙ありがとうございます。今日声がなんかカスカスや。クマたくさんありがとう。セミダヤミダバありがとう。めっちゃクマくれとった。ミゲちゃんダビートセブンありがとうございます。ムーちゃんもありがとう。焼肉も食べ放題もありがとう。クマ祭り。クマ祭り。今その PV 見てた PV いいよね何がいいってスティーの MV ってなんかみんな全部さ曲調的になんかブスッとした顔してるじゃんだけどあのおもこいは笑ってて好きやっぱ笑っててほしいよねあとこの曲が好きな人が多いのかな
嬉しい。この曲は一番象徴的 STU のと思ってる。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、幻想が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。潮が風に浮かれたくて自転車を漕ぎ続けた。北道の坂を登れば落としてくる。人生であと何回この海を眺めるだろう。防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ。愛について目について生きるとは何かと答えずに黙ってても生きてくれるんだと思う。波の音、青春なんて悩みばかり多くて、ふと気づけばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね。知らぬ間に無理してるんだ。どこかで両手伸ばして自己休しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。祖母だけが知っている一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する。波の音がして素敵だわ。本当に花垂れ公園の最初の4曲神すぎない？花垂れ暗闇、僕はこの海を眺めてる、春夏秋冬。
本当に STU の良さをギュッと凝縮したようなオープニング4曲ですよね。あのね、あの公演に何十回と出てますけど、毎回めっちゃいい曲やなって思いながらやってる。そう、めっちゃいいよね。かなりいいです。めっちゃいい曲ばっかり。うん、演者が言うんだから間違いない。それはね、それはもう自信持ってお届けしてますよ。今週は愛子の卒校とリオの生誕。リオ今日体調不良で休みやったよね、かわいそうに。じゃあちょっとこれ言っときますか。よろしくお願いします。あーいい感動する。全部いいよ、ギャラリーが。あーもういい。
よき。作曲ナスカ、ナスカ、あ、ユニバーサルの、いや、そっか、ユニバーサルになってからか。うん、 NMB48 のこれが愛なのか、乃木坂46の自己中で行こう、欅の平井心、黒い羊とかも作ってんだ。へえ。感謝したい。2023年4月26、本当に感謝したい。天才猫なんだね、きっと。ランキング読もう。BGM 何しようかな。ランキングを読んでいきます。今日もありがとうございました。司会師ありがとう。なんだ、うのんしか、どうしても君が好きだを聞くとあかりちゃんを思い出す現象に名前つけたい。今日2番完璧だった。やったね。2番難しいんだよ、本当に。歌ってほしい、カラオケで。難しいからマジで。ありがとう、 R アップ、ありがとう。目黒のコージー、ありがとう。小山で福田氏ちゃん、カラオケありがとう。 STU の曲、好きな曲と言ってもどれも神曲すぎて選べません。福ちゃんの歌いくなら何でも好きです。全部神曲ですよね。ありがとう、私も選びきれません。一つ葉のもぎもし、ありがとう。ルーちゃん、寒いね、ゆっくり朝寝してね。あったかめのうどん食べてね、お屋敷。明日は久々にゆっくり寝れるからメンタルにいいわ。ありがとう、うどん食べます。旅人、ありがとう。刺激、ありがとう。埼玉のおいさん、ありがとう。みけちゃん、週末なのにやばい、もう夜だけしてますけど、うわぁ、甘味楽しみだね。ラフにおいで。はじめだよ、連日の早起き頑張りました。明日の朝はお寝坊してしっかり催眠貯金、睡眠貯金確保です。睡眠貯金できたらいいんだけどね、癖で起きちゃうんだよ多分、早めに。習慣って怖い。ありがとう。1位はセブン、
セブンありがとう。ありがとうクマ。というわけで皆さんたくさんクマさんありがとうございます。30万ポイントゲットありがとうございます。私が福田はって言ったらストーリーついてきてください。ネオストクマ、クマはうち、福田はストーリー。サンゴの虫はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あたりでした。チャレンジは FM です。明日ね。あ、今日久々に生ハム食べなかったな。最近狂ったより生ハム食べてたの不思議な感じ。チャレンジ開始ミーゼルです。ありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでください。こたつ暖房消して、こたつつけてなかった今日実は。ありがとう。頑張って。